2018明治安田生命 J2 リーグ第40節、この時間はジェフユナイテッド千葉対徳島ボルティスの一戦をお届けいたします。まあ、少し今シーズンは両者とも昨シーズンはプレーオフ争いをした両チーム、まあ、J1 昇格という大きな目標を失って迎える残り3戦ということになりました。ゴールキーパーは佐藤優也です。8月以来の先発。4バックにゲリア、鳥海、松島、下平、中盤3枚小島、熊谷、町田を予想しました。前線3枚に茶島、船山、左に矢田が入るとフォーメーションでは予想しています。ゴールキーパーは梶川です。3バックに上野、石井、キム、ジョンピル、右に表原、そして左に内田、中盤は岩尾がそこにいて小西、前川がその前、そしてバラル、杉本が縦関係の2トップのような形を予想しました。そして岩尾がボールのところ、岩尾が入れてくる、ボールに向かっていくボール、キム・ジョンピルが頭に当てました。そこに入れてくる松島、先制、ジェフユナイテッド千葉。真ん中固めて少しニアに逃げてきた松島、少し戻りながらだったんですけど、非常にこうタイミングよく合わせましたよね。はいはい、佐藤出てきます。前川コントロールして、前川狙ってきた、頭でクリア、よくいい判断をしました。いや、前川の狙いも非常に良かったですね。佐藤もね、ギリギリのところですよね、手を使っているのがいいかわからないところだったんで、はい、ヘディングしましたよね。町田、下平使う、中3枚、クロス、速いボール、触って、茶島、溜めて、後ろ、ゲリアがその後ろ、最後、船山です、ハンドを取りました。はい、もうすでにアップを少し一人で今行っている状況です。岩尾横使う、前川、前川、タイガー、こぼれている、思い切って狙ってきました。そうですね、上野、町田のプレス、町田のプレス、はまった、勝った、町田から船山、左足のシュート、こぼれている、クリア、船山隆之、いいですね。矢田がボールを出したのは非常に良かったですね。矢田から町田、もう一度矢田、町田、リターン、切り返してラストパス、船山、ベルトに対して佐藤がプレス、小西引っ掛けようとしましたが、うまくつながった、町田、矢田、朝日、矢田、右で船山待ってましたがシュート選択、長いボール、宇高来ます、宇高、松島がクリアして、宇高ゴール見た、宇高、ゲリア、よく戻ってきました。素晴らしいですね。今豊が発想にしてますが、中に運んで岩尾、豊へサイドで受けて、豊ドリブルでいきます、キム・ジョンピル、ヒールで豊、豊、ピーター、豊、中、流れてきましたが佐藤押し込めませんでした。コーナーです。外もあります、町田大和、一つ外して使ってくる、左足、ヘディング、抜けてきた、小島シュート、千葉2点目、松島触って反らしたボール、はい、ここも左サイドで数的優位作りましたね。
まあ、そこが一つポイントと、増島もね今流しましたよ、これね。ここで町田がねクロスオーバーすることで2対1作って、ちょっとマイナス気味ですけど、で増島がね触ってマーク小島のところに来ましたね。繋がりませんでしたが、スナイデル監督は拍手を送ってます。ここで試合終了、千葉勝ちました。松島は大きな喜びを表しています。2対0先制ゴールは松島、そして松島の頭から2点目も生まれました。